はい、こんにちは。青森県八戸市会社員の山田です。私からは毎年7月31日から8月4日に開かれる八戸三社大祭を紹介します。青森の祭りといえばねぶたですが、その裏では日本一の雑祭りが八戸で行われています。ねぶたに行く前、帰りにちょっと八戸に寄り道してはいかがでしょうか。想像以上の祭りですのでよろしくお願いします。八戸市場前のお祭り広場では多数お店が出店されていますが、中でも厚切りベーコン焼きを売っているお店がおすすめです。ここだけの情報ですが、お店を発見した際に、あやとさん、ベーコンくださいといった方、先着3名様にベーコンをプレゼントする情報が入りました。ぜひお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。